んでもないことが起きましたよ、また事件ですよ。いやもう正直に言ってけ、あと絶対バレるぞ警察、はい、絶対お前ナンバー出とるぞ。そう、でもこの辺にいますから、この辺にいますから、こっち走って逃げてって、あそこ曲がってった、開けろ。これ田無、何しとんなてめえ、これ。はい、おはようございます。なんだって静かに、とんでもないことが起きましたよ、また事件ですよ、事件ですよ、本当に。なんかまあ今日から2名、はい、足場の職人が飛んで、はい、まあ、今家を見に来てるんですけど、はい、まあ、ちょっと内容は、まあ、前回ちょっとちらっと言ったんだな、スピードでカメラで、はい、オービス光らせて、オービス光らせて警察呼び出し食らって2日間、リーチされとったのか、まあ、その後なんかまたなんかウイルス性の風邪かなんかちって3日ぐらいするんだろう、なんか 食中毒の食中毒感じて行って、まあ休んだな。そうで、今日から出るって言っとったのに、まあこうも連絡も取れん、うん、でそのおまけにその棚橋って動画でどうかな、なんか2回ぐらい、そいつらはまあ一緒の部屋で、まあ、家賃半分になるでってそこ住んどったんだけど、一緒にね、会社の寮で、だからまあ2人とも今日からこうんと、ちょっと今下におるもんで、まさかの鉢合わせるかそこね、なくはないですよね。とりあえず車あるのか、見よう、車あるか、あるわけないですよね、さあ行ってみようか、じゃあ。まあ、この隙間が見ようだけど、うるさい、まあ、古いんだよ、一足だけ勝ちだったよね、お邪魔します。ここの部屋開けていいかな、あ、全然いい、それ汚い、汚い、今やっとんの、びっくりした、もう全部荷物置いてありますね、棚橋の部屋なんですけど、ここは全部荷物置いてあります、汚ねえな、パンとかめちゃくちゃあるじゃん、ほぼない、本当は絶対来るね、女だって本気なさい、女の棚あるからね、絶対来るね、うん、机もないもの言ってどういうとこまで食べとんだろうってなってきたの、ゆかじゃん、やだ、だけどよう来れるか、いやでもこんだけ荷物だったら来るんじゃないですか、なんか棚橋とレイ君の私服だけとかだったらワンちゃんそのままでもありえそうですけど、ああ、女の彼女の荷物も全部置いてあるんで、だから工程表とあれとか見てきそうじゃない、時間帯とあれ狙って来るんじゃないですか、あ、気持ち悪い、近くとかないですけど、家の中だよ、あ、まあまあでかいし、家の中にまあまあでかい蜘蛛の巣張ってるんですけど、カメラが来たね、昨日買ってあれとかなのかな、6月26日午前3時か、やっぱ昨日買ったんじゃないですか、26日、昨日買ってここ来てレイ君とそのままどっか、ああそういうことだな、飛ぶつもりなかったんかもしれない、俺が全部喋ったもんで飛んだんでしょ、来るな、でもこれ確実絶対来ると思います、だからマジで持ってったら困るもの持ってきたいですよね、ん、持ってかれたら困るもの、女の荷物全部回収しとく、あ、女の荷物全部回収しとこうか、そしたらだってでも警察に電話された時どう、まあ、それでもいけるよ、どうだもんで、ね、俺のルームもんだもん、本当は、あ、そういうこと、まあ、見た目の問題で言っただけで、接種なら別に、まあ、量確かにいいもんね、飛んでもうやめて取る人間の荷物片付けるのは当然だもんね、一回この辺ちょっとあのアルファード持っていてさ、うん、昼にあのジム手伝ってもらってさ、うん、パッパッともう入れても全部どうか、だからもう飛ぶつもりなかったな、でもやっぱりかもしれないです、袋、まあ、棚橋は間違いなく飛ぶつもりなかったかもしれないですね、うん、だから、うん、
あの感じだと。もうなんかレイ君と一緒に動いちゃって、うん、社長に来いって言われたのに自分を連れてけれんかったっていう後ろめたさでもう。はい、じゃあ皆さん、もうちょっと歩きながらしようか。どうするかな、視聴者の人もね、まだ1個言えてないことあるんだよな、大きい事件だな。まあこれ本当1個2個ぐらいあるんだけど、ちょっとこの辺もちょっとまだ言えてないんで、何でそんなのかっていうのはまだちょっと。あの、セブンで。セブン、いやもう正直に言っとけよ、もう後で絶対バレるぞ警察。いや俺たまたま跳ねられた人、俺知っとる人だもんね。もう話したら今だったら防げるぞ、はい、警察来てやっとるで、お前3時間ぐらい来てやっとったらしい、はい、絶対お前ナンバー出とるぞ、あのカメラあるぞ外、はい、先に言っとけよ、言うなら。はい。いや、お前じゃなかったらお前じゃないでいいんだけど。はい。どっちなの？一応その件で警察からは電話かかってきてた。お前がやったのか？そうです。何でお前さ、逃げるんだって、お前な。また運転しとったんだろ、お前。はい。何でお前そんなことすんの？当て逃げなんか、お前もパクられるぞ。いや、もう今日一応行って長所は巻いてきました。あ、長所巻いてきたの？はい。僕も当たったことに気づいてなくて。そんなことねえだろ。で、防犯カメラの映像を見せる、その見られた時に、見せられた時、いや、当たってんで、みたいな。そんなの絶対わかるだろ、お前。まあ、ほんで弁護士にも電話してないんだろう。いや、最初その言われた次の日の朝に電話したんですけど繋がらなくて。10時に電話した？はい、10時過ぎぐらいに。繋がるってお前ジムもおるもん、ジムも出るだろジムが。いや繋がんなかったんで、でまた後でかけ直そうと思って、その日僕病院行ってたんで、うん、でまあずっと伸ばし伸ばしで電話できてない感じです。そうなの、まあ、早くやらなかったもんね、早く電話しろよ。一応言われたのは、まあ、今回そのパクリはしないけどその後日裁判みたいな。そういうこと？そうです。まあでもなんかどっちも罰金で多分終わると思うけどみたいな。あ、そうなの。何やるとまた休むんだろう、お前仕事も。はい、とりあえず今日もう一回病院行ってきて、とりあえず、うん、明日から出ていいよって感じで言われたんで。何の病院？はい。どこの病院行っとんの？港区の。なんて病院だ？あれだ。伝票かなんかねえの？いや、伝票はもらってないですよ。もらえるだろ、絶対金払っとんだもんね。僕、保険証持ってったんで。保険証持ってっても金払うわ、ただのわけねえだろ、病院が。保険証じゃないけど、診察券あるだろ、診察券。診察券、僕今手元に持ってなくて。どこにあるんだって、じゃあ。家なんです。今どこにおんの？僕、ちょっとご飯まだ食べてなかった。で、どこにおるか聞いとんだ、もう別に。お前が飯食ってないからどうでもいいや、俺。どこにおるの？まあ、ただ、まあ、森山の方に。棚橋も休んのか、今。なんか今日、翔さんに休んでいいって言われたらしくて。あ、そういうこと？はい。で、女のとこ行っとんか。そうですね。お金とか全部預けてるんで、それだけもらって。もらってて、昨日お前、女おったんだろう、ぶつかった時。いや、昨日の晩からも別々です。昨日も一緒におったんだろ？はい、いました。ちょっと棚橋に代われよ。はい、もしもし、お疲れ様です。どこにおるんだ？はい、あ、今、森山の方に向かって走ってます。戻ってこいよ、ちょっとお前ら。もう今からですか？うん、はい、わかりました。ちょっと U ターンできるところで。女のとこ行って金取ってくるとかうんぬんだったらいいよ、別にその後でもいいよ。もう一回連絡してくれ。はい、わかりました。はい、よろしく。はい、失礼します。昨日さっき呼び出したもんね、飛んだ呼び出したからじゃないのっていうのもあるかもしれないけど、別に助け舟なんだよ。まあそうですね、うん、まあ、怒るとかじゃないけど、あることがあって、うん、本当は今日は仕事出るつもりだったかもしれないですよね、もともと。今日電話しいだけど出ます、あ、みたいですね。その連絡は昨日もあったみたいなんで、まあ、本当は今日は出るつもりだったけど、いろいろあり、まあ来るに来れんくなったんじゃないですか、こっちに。
何意味よ、なんで今、小林さんから電話になってまして、一人で鈴間さんに来てって言われたんですよね、電話で、はい、買い物してたら、社長のゴルフ用具をゴルフ用具じゃねえだろ、お前、エンビガンとタイプを買いましたよ、僕はこれね、はい、ピカハンマーを大量に買いました、はい、ピカハンマー10何個、はい、1個だけ残しちゃったな子供が買うようになんか急いだ感じで、急いで鈴間さん来てって言われて、なんでなんで、あいつなんで現場だろうでもって思って、岡部さんなんかって帰ってきたからなんか困ってるのかなって思って、なんかありました大丈夫ですかって聞いたら、棚橋がいるからって、なんでなんで分かったの、分かんない、それは今電話してけど出ないから、あ、だから荷物がないもんで電話してきたんじゃない、岡部に、荷物ないんですけど知ってますかとか言って、あ、ら、そうなんて関係ないよね、でもちなみにですけど荷物を全部今ここに載してます、まあ一応ね、なんかあってもまあどの道出さなかったんで、まあ、ね、うん、それプラス、まあ、飛んでね、うん、本人らの連絡取れんちゅうのも前借りもしとるしな、まあでも逃げとんじゃない、いやでもゴルデってことは捕まってるんじゃないの、ピゼル来とるとは思ってないんだよ、もしもし、うん、来て今もうおんの、向かってます、いますか、じゃあ裏来て、裏駐車場の方、お前おるの今、車は前止めていいで、早く、これこう、やばい、ああ、やばい、あ、そういうことですか、もう今あと 2,3 分で着くわ、お願いします、すいません、は？で一人で来て、棚橋さんの車で、そうそうそう、棚橋さんもう喋ったの、いや、さっきこそこそ車乗ろうとしてたんですよ、あれ止めたんの今、で喋ろうと思ったら全力で走って逃げてったっす、そうでもまあ近くにいますね、車回収せなあかんね、あ、そうそう、車はそこに置いてあるんだ、はい、あ、そういうことな、で岡部さんが車を止めてくれてるってことですね、人じゃなくて、そうそうそう、今車止めてる、あ、レイだけ走って逃げてったんだ、そうそうそう、あ、とりあえずもうあと 2,3 分で着くわ、すいません、ちょっと信号で止まっちゃってて、そういうことか、岡部さんが自動車学校で途中で帰ってきたんだ、帰ってきて、帰ってきたらちょうどタイミングよく来ちゃってたんじゃない、バカだなあいつら、マジで頭悪いねでも車回収しなあかんからもう来るしかないよね、あ、そうだよな、あ、これだ、この車なんじゃないですか、あ、この車があいつの白いの、いや、これいいよ、これ使う、すいません、お待たせしました、これ間に合わない、いや、20分諦めた、え、それ予約したやつじゃないですか、いいよ、4時からもある、キャンセル料取られません、4000円ね、しょうがない、4000円キャンセル料取られる、20間に合わない、そう、2時10分になって、で、一瞬俺45分ぐらい帰ってきたもんで、鍵ある、鍵からスマートキーなんで、も走れるっすって、え、じゃあ会社の駐車場止めに行きます、でもこの辺にいますから、この辺にいますから、こっち走って逃げてって、あそこ曲がってったっすよ、そこ左、でこの辺で伺ってるんですよ、荷物あるの、こっからでも車取られたって言ったらもうどうしようもないんじゃないですか、逃げれんわ、え、多分棚橋部屋にいるんじゃねえか、行ってみます、開いとるの、最初開いとった、開いてなかった、じゃあちょっと行ってくれ、俺見た時入ったっけ、あいつらおるかなと思って見たら噛み締めたんじゃないの、でもおけろ、おらんのじゃない、おらんのじゃない、あ、棚橋、おらんのじゃないの、もしもし、北山です、すいません、どなたか、自分の方、手空いてる方いないですか、最初入ってきて、多分俺の後にちょうど来たんですよ、で俺戻ってきてちょっとチラッて外見たら、あれあいつあれ車そうじゃない、上から見て、あ、そうっす、でこうバーって来て、そしたらなんかこそこそ多分バレないように乗ろうとしてたんですよ、こっちの反対側から、そうで俺バッて行って、棚橋が見えないかもしれない、棚橋だけ行かしてたんですよね、なんかいますよね、いるのか、岡部さんにバレたって言って一緒に向こうから逃げてるか、あ、もしかしてもいますよ、全力、あんな見たことない、うわーって言うか、うわーそう、ごめんなさい、ほんと、マジですか、ごめんなさい、これみんなで行っちゃったらでもやばいですよね、
いねえや。これ田中。見そうになってねえこれ。レイは。おい。一人だってね。一人じゃねえ。レイいたか見たか。見そうになってねえ。なあ。ねカメラ確認してね。とりあえず行くか。ちょっと待って。いいや。行かないの。おい。なんだみんな嘘ついてよ。なあ、あんま舐めんねん。来いよ。さっさと。見てんのか。影待ってます。エンジン止めろ。手出せよ。すぐ止めろ。止めろ。止めろ。おい。もうちょっと入らないで。岡部さん行けます一緒に。ダメです。もう今はとりあえず手出すのやめてもらってください。マイカ。鍵刺しとく。いいよ、刺しといて。なあ、ガキ。行きますよ、岡部さん。行こう。社長がいてよかったな、俺一人に。なあ。止めろよ。車持ってったらいいんじゃないですか、本社。来るのは着替え持っておいでよってことはそういうことでしょ。寮に帰れないから泊まり先を探しとったんでしょ。で実家も割れとるでさ、そういうことでしょ。実家にも帰れない。お前が自分でやってるさことがさ首絞めてんじゃないの。自分で何でやっとんだろうかな。それ俺よくわかんないよ。全然やめたかった。明日出るって言ったことある。最初僕は今日出るっていう話で、レイも電話しとったでしょ。レイさんも今日からお願いしますって話で、で、あの昨日の昼過ぎに社長から電話かかってきて、うん、まあ来いよ、あの社長一回、はい、カードとかもらったら来いよって言ってたと思うんですけど、カードが何？あのカードと現金もらったら来いよって言ってたじゃないですか。同じ通りして、ね、はい。で、まあそれで一回それブッチして、なんでブッチじゃん。怒られると思って。だと思う。で、まあ最初自分その、どうせお前年に全部言われたんだろう。いや、そういうふうじゃないです。ここでも味方するの。いや、別にそういうなんか病気でもない。そういう言い方。レイ、荷物ないから全部知っとんだろ。でもレイ君は上上がってないんでしょ。レイさん上がってない。あんま見てないんだよ。レイは何も知らん状態なの。もうお前部屋の中で喋っとんだろ。はい、一応僕話して、今全部荷物なくなっとるっていうのは言ったってことだよね。レイさん、これ出るもんね。でも分かってんだよ。荷物ないって知っとん。一応僕が一人で、だからもう分かったでしょ、捕まってることが。電話しゃべった。はい、そのまま電話つなげた状態で行って、うん、電話つなげた状態でじゃあ走って逃げとったってこと。レイ君は、レイ、あのこいつ捕まっとるよ。もう事務所におるで、お前来いよ。ちょっと逃げててもしょうがないもんね。まあ今こいつ捕まっとるで、お前車も全部取り上げられてるで、お前謝るだけだ。別にやめてんの、やめやいいんだもんね。びっくりしてる様子ではなかった。とりあえずお前近くのほうなんで来いよ。それ電話だけ LINE で連絡やってくれ。お願いします。絶対コンテ、絶対コンテ。ライン無理なみたいな。で来てるじゃん。でも今送ったんですよね。ボイスメッセージ。電話したらライン無理な。今ボイス。いやもうでも見とるから、既読ついとるから電話して絶対出んよ。既読ついとるで。ついとるで、聞いとるでしょ。で俺レイ顔合わせとるでさっき。それで捕まんないと思う。なんでいきなりお前が合わせてパー逃げたの。そうパー車乗ろうとしとったとこ、わーっつったら走り逃げてた。お前ももうこいつがもう人だなくしたね。
いや、その時点で、一応通話をつなげた状態になってて、あ、レイと、はい、一応何通話つなげた状態で、で、まあ、ちょっともしかすると、まあ、岡部さんとか他の足場の捕まる人が来る可能性があるもんでっていう理由で、一、回つなげた状態で行こうって言って、で、捕まってんの知ってるよ、じゃあ、スピードレースも、引き逃げのやつはどうなったの、引き逃げ、引き逃げたの、そこでお前、上層の電話で喋っとったじゃん、昨日。ね、お前引き逃げしたの？あ、自分俺その話も全く聞いてない。どこで喋っとったの？あ、もう昨日レイとしゃん。最初何のこ、まあ、何のこっちゃか分かんないって言い方おかしいんですけど。あ？なんだその口の聞き方。僕それに関しては全くレイさんから聞いてない。いや、でも返事もこんくなったよ。なんか返事もこんくなったよ。こんくなったよ。既読だけつけて。で、さっきの電話で言ってたのは、なんか警察に通報するわみたいなことをしてた。警察に通報するから一回折り返しするねって言われて。何警察に通報するって、何に対しての警察に通報、荷物がないことに対して警察に通報するわって言っとったの、レイ君が。いや多分そういう風じゃないと思う。じゃあ何の通報ですか。多分結局あの玄関で岡部さんとか社長がどんどんやってたと思うんですけど、それに対してなんかちょっと僕もその辺が、そうなんですね、お前が部屋におった、僕部屋にいて、でお前が部屋におってよお前、はい、出てきもせんと、お前隠れて俺が連れてきてよ警察、お前バカか、潰しええよ、もう警察でもしいよ、多分デイさんがしてるのかな、デイでも早くしろよ、僕はいいです、僕はそのつもりですよね、ちょっとだけお前しかおらんじゃん部屋に、でその時に電話つなげとったってことですか、最初それつなげた状態だから部屋に来たのが分かった、じゃあだからその時に電話つなげとったから部屋来たのが分かった、部屋でレイが連絡取りませんでしたじゃん、最初そうです、なんで一回その部屋出た瞬間まで電話しゃべってたんだろ、いや、その前です。5分と、社長たちが部屋に入ってくる5分か10分ぐらい前に、まで最初繋げてたんですよね、一番最初は。で、銀ちゃんの日じゃない、まあ、社長とかが来てるんですけど、どうすればいいですかみたいな話をしてたら、でもそのまま静かに待っとってって言って、じゃあ俺警察に電話するから一回折り返しするわって。警察に通報してたから、すぐかけるわって言って、電話切ったっきり、もう今の状態。でもレイ君は現状さ、今棚橋が捕まったら困るんだよね、一緒に来とれってことは足ないんだよね、女が迎えに来るまで他に足ないってことでしょ、昨日はどこにおったの、女んちに泊まったの、レイ君。いや昨日は近くの満喫とかで、どこにここにちょっと寝ようとね、いや僕そこ僕寮には帰ってないですね、なんで自分で飛んでそんな小敷みたいな生活するの、自分だって助けてって言ったら俺らこれ頼れたはずじゃん、飛ばなきゃ助け求める人近くにいたんじゃないの、確かに僕からしたらお前だって頑張りますって言っててさ、俺仲間だと思ってるからこんだけ腹立つの、なそんなかつこんな格好で裏切られてさ、なんなのなんだかんだやめないで来るやんって思ってたとこでさ、こういうことすんだね、どういう気さつで2人でじゃあ今日から来るのやめようってなったの、だって昨日までは2人とも出るつもりで翔くんにも連絡してたんだよね、あそうですね、どのタイミングでじゃあもう明日から行くのやめようってなったの、そこも全部隠しても無駄だよ、リュウジさんからもう後でレイと話があ合わんかったらお前ら許さんと先に行くよ、一応自分はリュウジさんから夜8時ぐらいに1回電話かかってきたんですよね、うん、お前ら今どこにおるんだ、うん、で、まあ、知らんだろ番号が知らんやつなの出たんだろ、最初知らなくて、で俺の電話無視するの、無視しとったら岡部さんが電話かかってたのをそのまま無視してて、でも知らない番号からかかってきて、でもそれがリュウジさんで、でお前らどこにおるんだって話になって、でもすぐ来いよって言われたんですけど、うん、もう結局その時点でもし僕らがこっちに来たとしても、まあ、来て、まあ、謝罪したとしても、まあ、結局なんていうんですか、それでまあ結局一旦のところで、まあ慣れるっていうのは、まあ、正直ないかもしれないですけど、そういうのがあるかもしれんから、結局行かなくてもやられるし、来たとしてもやられるから、もうならもうそのまま行かない方がいいんじゃないかっていうふうに最初レイさんが言ってて、でもその時点でも最初少し自分も行く気はあったんですよ、行って、まあ、謝罪すればまあ許してはもらえないかもしれないですけど、
と思ってて、でも結局それでもうずっとそれが時間経ってって。じゃあレイ君に合わせたってこと？僕はそう。レイ君がもうやめ、もう飛ぼって、もうやめようっていうか、まあそうで、でその前にあのの方に電話して、求人の、だってそれだと今だと話おかしいよね。電話する時点で辞めるつもりだったんでしょ。ね、で今なんて言った？夜電話かかってきて、その時点で来るのが怖いから、じゃあこのまま飛ぼうってなったって言っとることおかしいよね。しかも僕は悪くないけど、レイ君が悪いって言ってんだろ結局は。お前は今の話は俺は横からちゃんと聞こえたの。うちもそうやって聞こえた。だってレイ君に合わせたんでしょ。だって自分来る気ありましたって言ってましたよね。俺は来いって言ってこの方であるって言ってた。 なんでこの方事故のことも隠したのか。そのことはちょっと僕も、それをさ、レイ君が棚橋君にそれを言わずとしてだよ、何も理由を言わんのに、いやいやもうやめようやめようってなったら、なんでってならんの？で聞くでしょ、なんでってなって、なってって、なんでって言って聞いたんでしょ、理由知ってるんでしょ、なんでそれを隠すの今。大まかなことまでは、いや大まかなことやん、細かいことまではって言うならわかるけど、大まかなことやん。程度のどういうこと？もう一回言ったけど、最初から今話しとるじゃん、流れを、このみんながおる場所で。後でじゃあレイ君捕まった時に話合わんくなるよ、今の棚橋君の言い方だと。3分前と言っとること変わってるからね、コロって。一生懸命多分頭の中で整理して、レイ君も悪くならんようにとか、自分も悪くならんようにって話を作って話しとるようにしか聞こえない。面接の電話入れた時点でここを飛ぶつもりだったってことでしょ。辞めますって言う前にそういう電話をしてるんだから、自分もそのつもりだったんだよね。で結局ルイジさんから電話かかってきて、まあ自分それで怖くなって、でまあルイさんももうそれだったら行く意味ないじゃんっていう話になって、もうそのまま意味ないじゃん、もう最初から来てなかったし、夕方来いよって言ったのにって怖かったじゃん、はい、それなりに行くつもりだったの。最初はもうそのなんていうんですか、明日仕事に出るつもりだったの。最初僕そうです。ああ、なんじゃ、じゃあなんで求人行くのって聞いたわけよ。お前言ってもちょっとバラバラになって僕は8時の時点までは明日行くつもりでしたと。8時っていうか、うん、だけど求人行った時は求人どうするつもりだったの、したら、いや、レイ君と一緒に辞めるつもりでしたって。だって言ってることがお前違うんだわ。一つ言ったらみんな怒ってる。俺も全然興味ない、お前は辞めていくとか辞めていかんなんていうことに。じゃ怒りも何もないんだけど、なんでなのかなって言うんだけど、迷惑なんだわ、荷物もくしゃくしゃまま出てって、はい、みんなお前自分が片付けて整理して、はい、荷物も下ろさなが、はい、給料日後からお前はどんどん、はい、計算されてるような商品、じゃあ社長に呼ばれました、まあいいや、主人に呼ばれました、はい、行かないとこって決断したの誰なの。は行っても、まあ、じゃあどっちだったんですね、まあ、は自分ではないです。じゃあレイなんでしょ。もうここまで来てるんだから、はい、じゃあ別にいいんだって、やめてくれて結構なの、みんな。やめたいならやめればいい、別に引き止めるつもりもないし、無理やりそんな嫌だって思う会社で無理くり別に買い殺しみたいにして働いてって誰も言っとるわけじゃないんだって。やめるんだったらきちっと筋を通さないといけないわけだし、レイ君まだ20歳そこそこ、棚橋君いくつ？わかるよね、常識それぐらい。それをなんで一緒にそのことを、そんな若い子に合わせて一緒になってそんなことしてんのって話じゃない。いや、ここはって辞めるんだったら筋通そうって、きちっと社長のところ行こうって言うのが筋じゃない。逃げててもしょうがないって、じゃあ寮借りてるんだよ、自分たちの賃貸の家じゃないよ、自分たちが借りた、あくまでも株式会社七色塗り替え道場の寮に住んでるわけだよね。それで逃げ切れると思ったわけ、思ったから一緒に行動してたんだよね。でもじゃあそれをすべて僕じゃないです、自分じゃないですとか、ありがとうございます言えないよね。で話がコロ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 変わるのはおかしいんじゃないって。じゃあこの前の飲みのことでも、その前の網焼きのことでも、嫌になって辞めたいんだったら辞めたいって言うべきだったんじゃないの。でも自分辞めたくないから次の日仕事に来たんでしょ。きちっと明確なね、理由、納得できる話がないと誰も納得しんよね、今の話じゃ。全部レイさんがレイさんがあって、社長からの連絡もぶっちして、でまあリュウジさんとか岡部さんの連絡もぶっちしてる時点でも、正直、まあ、ここにはなんていうんですか、まあ、仕事できないなと思ってっていうのは。いいえ、
あのね、だから社長から連絡が来て、龍二君から連絡が来て、こんだけブッチしたからもう行きづらいな、働けないなって思いました。あなたたちその前に求人の面接の電話してるんだよねって。社長から電話って、じゃあ龍二君関係ないやん。じゃあ言ってることがコロコロ変わりすぎて話が読めないし、何が正解で何が本当の話なのか分かんないんだって。じゃあてめえ隠れとったの？じゃあお前悪くないんか？レイに隠れろって言われたの？まあ部屋にいて、で出るな出るなって言われたの？まあ静かにしといてって言われて、まあそれでも僕もそれも指示に従ってるんで。じゃあ僕は悪くないですって。じゃあレイジさん呼ぼうか。レイジさんの前で同じこと言えよ。僕は悪くないんですけど、レイさんが全部言いました。同じこと言おうか。ごめん気づかなかった。学ぶのだったね。学ぶの言える？じゃあ俺らの前では言えるんだ、じゃあ俺のこと舐めてんだてめえは。なてめえ俺のことおちょくってんだろ。え、無視か。無視ですね。おいな、お前に一緒に辞めようぜとか、お前の人生狂わしといて、仲間がパクられ捕まってもお前もうラインもブロックされたんじゃないですか。やっぱりでもバックアップしとけばアカウントできるんだ。引き逃げのことも全部知ったんだったら、ああ、違った昨日の夜やってない、バックアップしてない、寝る前、寝る前ってかどうかしてですけど戻ってくんない、違ったなんか。でもさっき知らないって言ってたじゃん、何の話ですかって言ってたじゃん。でもこれライン的にどうなってるみたいなのが来たじゃないですか。だけどお前、家に変わって職場の人に脅迫されて警察におったって何？何の話ですか？は昨日の夜昨日の夜警察行った、警察行ってるじゃないですか。え、リュウジさんのあれ脅迫だったんだ。俺来いよ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、警察に行ったの？警察に行ってます。何時ぐらいに？警察に電話していいぞ。マジで言うなら監禁されてますっていいぞ。いや、いいんじゃない、まあ、警察に来てどうやって判断するかって警察に判断任せりゃいいじゃん。呼びたい今。呼びはいいじゃん。呼びはいい、マジで。大丈夫こと女です。しかもホテルじゃん、満喫じゃないんじゃん、ホテルに逃げてるんじゃん。ホテル、うわぁ、ボロボロ出てくるで。やってること考えたらバカみたいだな、上司が。まあこれはね、彼女とのやり取りだから別にまあどうでもいいけど、でもその警察行ったとかもさっき言わんかったやん。別に行ってくれて本当にいいって多分みんな思っとるけど、そういうボロが後からじゃあレイ君呼んだ時に、いや実は本当は警察行ってたよって、いやだ田中そんなこと言ってなかったよってなるよっていうのをさっきから忠告しとるわけだよね。全部正直言えよ。ここまで来たらもう話さない意味ないよねって。警察行って、まあ、相談というか、まあ、その後、LINE と龍二さんからかかってきた着信の履歴を見せて、やってることバカみたいだな。でそれでかかってきて、やってることバカみたいだな。そうですね、僕らのことバカみたいだと思ってたみたいですね。あ、俺らのやってることがバカみたいだなって思う。ごめんなバカで、ちょっと思うの。だって LINE で言ってるよ。まあそれはね、しょうがない、そのプライベートのやり取りだから強がり、女に強がりたい時もあるから、まあそれはしょうがないとして、それはいいとして、お前がやってることはバカじゃないやめるもん言えないやめるもん言えないんだよ。実家しゃべりちって誰か怒る人いるの？え、誰かお前がやめるちってダメとかさ、やめさせないとか、ブロックされた。自分の言葉でさ、話しないと終わらないと思うんで一回連絡くださいって言ってみて、自分の言葉で。それはちょっとあれだから、でも普通にもう今本社にいるってこと。いや、そんなこと別に言うね、話をしないと終わらないと思うので一度連絡くださいっていうことを自分の言葉で。でまあ、これでまああの子だったら、まあ、棚橋を多分見殺しにすると思うけど、するでしょ。もう多分ここで普通に裏切ると思うんですよ、多分ね。そんなに怖いから怖い、まあまあまあ怖いっていうよりももう後ろめたさしかないんじゃないですか。どうしようどうしようの気持ちで、謝ったら許してもらえるとか、とにかく許してもらえなくても謝ろうっていうのが出てこないんでしょうね、きっと。もう逃げちゃったらとことん逃げなかんみたいな。じゃあ逆にさ、今荷物取りに来たわけでしょ、何しに来たの家に。まあ自分はもうちょうどお金がくれとったんで、でも封筒にあと1万あったと思うんですけど、その封筒の僕はその1万円を、まあ、回収って言い方おかしいですけど、預かっておいて、それがもらいに来ました。
それのためにレイ君も一緒についてきたの？レイ君は別に何も用事なかったってこと？レイさんはそうですね。荷物はどうするんですか？お前ら人の家にさ、はい、荷物置きっぱなしで、会社辞めますもん今、はい、自分は一番欲しい、はい、荷物持ってかないの？やめるのなんでお前らどの辺迷惑ある人間最初で、挙句に脅されたって警察に行って最初っていうかとかお前ら自分のことしか考えてないんちゃう？今までのこと全部話さないと終わらないから一回連絡ください。もうでも既読つかんそうね、さっきこれ秒でついたの。そのあとつかんじゃない。で、いいや、じゃあ荷物とお金取りに来ました、取りに、はい、じゃあすんなり取れました。その後どうするつもりだったの？また森山行って、うん、そっからまた考える。僕も昨日ちらっとレイさんの彼女さんから聞いた話では、車が壊れた、出たか。じゃあ、ね、今日朝仕事まで送ってとるってこと？朝僕、そうです。ってことは帰りも迎えに行かないと帰ってこれないってこと？帰りは僕が、そうですね、迎えに行くってことの？そうです。じゃあ一緒に行こうか。お前の仕事かな、お前車あるの？いや、が壊れてるらしいです。壊れたのが、その昨日の事故出てきての件で、多分親から言われたらしくて没収されたみたいな。でも電話もう出ないんじゃない？ん、捕まっとるってなったらもう無視なんじゃない？あ、来てくるんだよ、うん、あ、さっき解除された。あ、電源だ。お留守番サービスに接続します。でもこれは現実だぞ。 LINE も既読にもならん、電話も出んじゃ話にならんね。いいか、これお前が、レイが来るまでこの会社におる。わー、電話はいいか、大丈夫です。いい、帰りたいなら帰ってみるんですよ。いや、僕はいい、そこに。ん、なんだ、正直レイさんが車だ、ここに。ん、正直レイさんって。いや、まあ、お前らだってどっちみち荷物もう片付けなかったら俺はもう回収してきてるもんだよ、ある程度。ただ顔合わせづらいっていうだけのことで、とんでお前荷物も全部、女の荷物も全部あるだろう。あ、はい、そういうの。ちょっと自分でアルファードから荷物を下ろすよ。これ本社にかけたやつ4件ぐらい。